こんにちは。八千代塗りキリスト教会の牧師吉原学です。今日は12月の20日、伝道者の書7章の15節から29節になります。バランスを保つために節制する人生というテーマで見ていきたいと思います。今日も主の御言葉が示す知恵によって、主の御心に生きるものとなってまいりましょう。伝道者の書7章15節から29節。私はこの虚しい人生においてすべてのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きすることがある。あなたは正しすぎてはならない。自分を知恵のありすぎる者としてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。あなたは悪すぎてはいけない。愚かであってはいけない。時が来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみ、もう一つを手放さないのがよい。神を恐れる者はこの両方を持って出ていく。知恵は町の十人の権力者よりも知恵のあるものを力づける。この地上に正しい人は一人もいない。善を行い、罪に陥ることのない人は。また、人の語る言葉をいちいち心に留めてはならない。しもべがあなたを罵るのを聞かないようにするために。あなた自身が他人を何度も罵ったことを、あなたの心は知っているのだから。私はこれらの一切を知恵によって試みた。私は言った。私は知恵のあるものになりたいと。しかし、それは私には遠く及ばないことだった。今までにあったことは遠く、とても深い。誰がそれを見極めることができるだろうか。私は心を転じて、知恵と道理を学び、探り出し、探し求めた。愚かさの悪と、狂気の愚かさを知ろうとした。私は、女が死よりも苦々しいことに気がついた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に良しとされる者は、女から逃れるが、罪に陥る者は女に捕らえられる。伝道者は言う。見よ、私が道理を見出そうとして、一つ一つに当たり見出したことは次の通りである。私の魂はなおも探し求めたが、見出すことはなかった。私は千人のうちに一人の男を見出したが、そのすべてのうちに一人の女も見出さなかった。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。今日のテーマは、バランスを保つために節制をするとあります。私たちの人生もバランス感覚が重要ではないでしょうか。健康を保つためには食事をすることも大事です。しかし食べ過ぎればですね、健康を害することがあります。食べることと同時に節制するというですね、そのバランスを保つときに健康が保たれているわけであります。今日の本文の16節をともに読んでみたいと思います。あなたは正しすぎてはならない。自分を知恵のありすぎるものとしてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。正しすぎてはいけない。自分を知恵あるものとしてはならないと言っています。自分が正しくあることは大事です。しかしここで言っているバランスは、自分自身を
正しさの根拠としてはいけないということを言っているのであります。つまり、誠の正しさを求めるためには、自分には完全な正しさがない、間違いがあるということを私たちが認める必要があります。そして、正しさの根拠を常に自分ではなく、神様ご自身に置くという霊的なバランスが必要になります。箴言の12章の15節をお読みします。愚か者には自分の歩みがまっすぐに見える。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。誠の知恵ある者となるためには忠告を聞く謙遜さが必要です。私も人との関係の中でよく失敗しますけれども、それは自分の考えが正しいと相手の話を聞くことができない時です。その時には、ああ自分は牧師だし、自分の考えに間違いがないというふうにですね、信じているわけです。そして人の考えを聞き入れることができなくてですね、相手を裁いているということがあります。しかし正しさの根拠を自分ではなく神様に置いている時は、自分の考えというものも不足である。神に正しさを求めよう。そしてそれと同時に、状況をよく知って判断するために、人の考えや話も聞いてみようと、謙遜な思いになることができます。そのような時には、相手への配慮もできて、互いに一つになることができます。皆さん一人一人は、正しさの根拠を何に置いているでしょうか。神にだけ誠の義と誠の正しさがあります。そして神様の正しさは常に真理と愛という二つのバランスの中で保たれています。ヨハネの福音書1章の17節をですね、お読みします。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。私たちは常に誠の正しさを自分ではなくイエス様に求めてまいりましょう。イエス様ならどうされるのか。そこに答えを求めていくときに信仰のバランスが取れたものとなっていきます。それでは本文の続いてですね、20節21節を共に読んでみたいと思います。この地上に正しい人は一人もいない。善を行い罪に陥ることのない人は、また人の語る言葉、いちいち心に留めてはならない。しもべがあなたを罵るのを聞かないようにするために、人の語る言葉にいちいち心を留めてはいけないと言っています。人の唇は正しいことを言うのと同時に、人を罵ることもするからです。ここでも人の不完全性というものについて語っています。ある人は、わからないことがあったときに、何かの答えを求めるときに、三人の人にですね、答えを聞きなさいというふうに、親からですね、言われて、多数の意見を選び取りなさいと学んだそうです。それは、この世の多数決の原理で、そこに正しい答えがあるように思うんですけれども、そこにも問題があります。なぜなら、その答えを言っている人間自身が不完全な存在だからであります。私たちは人の言葉ではなく、常に真理の御言葉の中に誠の答えを求めるものとなっていく必要があります。またここで、人の語ることにいちいち心に止めるなとは、人の評価を気にするなということを言っています。この世の評価は相対評価であって、条件やまた環境によってその価値観は常に変わるものであります。そのような不完全な評価に振り回されることがないように、どんな時にも変わらない絶対評価をされる。神の御声に常にとどまることが必要であります。その時に私たちの誠の価値とアイデンティティというものが作られていくのであります。イエス様が40日の断食をして、交渉外を始める一番初めに、
サタンからの試みに遭いました。マタイの福音書4章の3節を読みします。すると、試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。つまりあなたが奇跡をなす力があるなら、神の子供として認めるというふうに言っているわけです。私たちにもこの世の中から来る試みは、あなたが力があるなら、あなたが偉大なものなら、私はあなたを認めよう。教会の中でも熱心な奉仕があり、献身があるなら、立派なクリスチャンとして認めよう。そうでなければあなたはダメなクリスチャンだ。そんなふうにですね、偽りのメッセージが聞こえてくる時があります。しかし、真理は何と言ってるんでしょうか。先ほどのマタイの福音書4章の4節でイエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。イエス様は、神の人は、ここでパンとは、この世の命、またこの世の力を意味しますけれども、そのような、この世のものによって生きる存在ではない。それがその人の存在を決定するのではない。神の御言葉という真理だけが、神の御言葉だけが、あなたの価値と、あなたというその存在を、まことに評価するものである。そしてあなたは、神の子として、素晴らしい存在であるというふうにですね、言っているわけであります。私たちは人に認めてもらうことで自分の価値を保とうとするときがあります。しかし人の声が私たちの誠の価値を決定するのではありません。私たちに必要なことは、どんなときにも私を愛していると言われる神の御声を聞くことに集中して、信仰の中心と信仰のバランスを保つものとなってまいりましょう。今日の御言葉からわかることは、人は限りがあり、そして不完全であるということであります。ですから自分の力で人は立つことができず、そのままでは倒れてしまう存在であります。私たちは完全なる神に、謙遜に、常により頼んで生きる必要があります。またそのように作られた存在であります。箴言の11章の2節を読みします。高ぶりが来れば、恥ずかしめも来る。知恵は減り下る者と共にある。不完全さを認めて、謙遜になり、誠の知恵を主に求めて生きるものとなってまいりましょう。お祈りいたします。自分の知恵に頼らずに、知恵そのものである主により頼んで生きるものとなって、主の栄光を表すものとならせてください。信仰のバランスを常に保ちながら、主の恵みの中を今日一日も歩むことができるように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。